おはようございます。飛び込んでみると台風の目の中は静音で暖かく乾いた世界だった3年前の秋日本を直撃した台風に小型機で突入し観測した名古屋大学教授の坪木和久さんが目の内側を滑車している。 著書、激人気象はなぜ起こるによると、分厚い雲の中を飛行中、いきなり視界が開け、眼下に荒れ狂う海が見える。観測装置を投下し、気圧や風速など詳細なデータを収集した。日本近海を含む北太平洋西部では、 かつて米軍が台風を航空機から観測していた。それが途絶えた30年間の間にじわじわと増えた猛烈な台風を正確に予測するため直接観測に乗り出した。それでも昨年本市の取材に精度の良い気象情報は大事だが 主体的な避難の方が重要です」と述べている九州に激しい雨や風を浴びせた台風10号その衛星写真の中央には丸く巨大な目が写っていた残念ながらまたしても犠牲者が出てしまったそんな中特筆すべきは 九州や中国四国で20万人を超す方々が避難したこと被害の拡大を抑える上で早めの呼びかけが功を奏したらしい大きく成長した台風の目は恐ろしい悪魔のよう宇宙飛行士ユイ・キミヤさんが地球の外から見た感想だ のの星空の飛行士に記した「長野県でレタスを育てる父親を気遣い畑が気になっても見に行かないで避難して」と宇宙から電話をかけたそうだ「日本列島が地球のこの位置にある限り台風の目は避けられない。 肝心なのはやはり早め早めの避難である今日も一日笑顔を忘れずに参りましょういつもご視聴高評価ありがとうございます何万打仏